はい、本日はですね、ちょっといつもと違う感じになってるんですけど、明日からですね、広島旅行に行くので、その前に前日で荷物を、準備してる様子を見てもらいたいなと思います。でちょっとですね、1日作業した後の夕方に撮影しますので、顔がテカテカしておりますが、その辺はちょっとお許しいただきたいなというふうに思います。ということで早速ですね、もう下にずらっと、明日の荷物を置いているので、それを見てもらいたいなと思うんですが、その前にしっかりこうやって嫁がですね、荷物を書いてくれてるんですね。僕がよく忘れ物が多い、そして時間にルーズっていうことをしてくれてるので、こういうものを持っていきなさいっていう風に書いてくれてて、ちゃんと左の上からパンツか持っていきやとか、靴下持っていきやとか、いろいろ書いてくれてて、右の方をさっと見ていくとですね、まあカメラとか機材系ですね、これは僕忘れないんですけど、こんなあって、下の方見ていくと気合とかやる気とか学ぶ意志とか謙虚な姿勢という風に書いてあって、まあ実は明日旅行は行くんですけど、旅行だけじゃなくてちょっと企業さんと打ち合わせがあるので、ちゃんと名刺とかもやり取りしやなあかんっていうのもあるので、まあ、そのお話というかそれをしていくんですが、まあ、荷物を見てもらいましょう。はい、ざっくりこんな感じになってて、まあ一応これ以外にも多少はあるんですけど、今用意できるのはこんな感じで、まあ左上からいきましょうかね。はい、まあ、まずメインの歩く靴としてはこの手羽のサンダルで行こうかなと思ってて、でまあこれをメインで行くんですけど、ちょっと企業さんのとこ行った時の挨拶はちょっとサンダルじゃちょっとどうかなと思うので、まあスニーカーで行こうかなと思ってて、まあそもそもスニーカーでもどうやねんっていう話なんですけど、まあまあそこはいいでしょうということで、まあ、バンズで行きたいなと思います。で、ちなみに上に着る服はですね、ここにある、デニムのセットアップを持っていく予定なので、まあ、これも以前紹介してるんですけど、このデニムのセットアップを向こうでは着ようと思っているので、まあ、それにこの靴を合わせると。で、その時用に靴下が1つだけあるので、まあ、基本的にはサンダルやから、まあ、靴下は1個だけでいいでしょうということになってて、それ以外にはこれ寝巻きですね、この辺は。で僕の旅の心得として、パンツはですね、古いパンツを持って行って向こうで処分するっていうのをいつもそんな感じにしてるので、まあ、今回もこれはもう古いやつなんで持って行って、これを処分すると思います。で、寝巻きはこれノースフェイスのトレーニング用のパンツ、これ寝巻きで最近使ってるのこれと、あと寝るときにめっちゃ着心地いいんですけど、この MXP の、T シャツがもう 肌触りめちゃくちゃいいし、めっちゃ寝やすいんですよ。だからこれはもう最近寝巻き一分の寝巻きです。でこれが、まあ、当日というか、まあ、私服で着る用のバーサタイルパンツですね。まあ、この辺はやっぱ軽いし持ち運びめっちゃしやすいんですよね。まあ、この辺もバギーズとかもそうで、まあ、もし仮に、まあ、これやったら、ノーパンでも履けるし、汗かいたりしたら履き替えれるしっていうことで、一応こんだけ持っていくんですけど、まあ、荷物ならへんから何もでも入れるんですよね。っていうのが一応この辺になってて、次真ん中ですね。一応 T シャツは今のところ白 T でいこうかなと思ってるんですけど、白 T は僕の好きな、10YC とフォースアベターの T シャツを1着ずつ持っていって、でこの辺は小物ですね。小物は、まあ、時計とか、あとまあ香水とか、あとまあピアスですね。この辺あって、まあ、多分この辺つけていこうやろうなっていうことと、まあ、財布は、これボッテガの財布と、あとまあこれ小銭ケースですね。これはスローの小銭ケース、もう味めっちゃ出てますけど、こんな感じで、でこれは名刺ですね。名刺ケース、以前から紹介してるんですけど、栃木レザーの名刺ケース、これ企業さんと会うからこういう時は持っていくんですけど、それと、あとはサングラスですね。今回レイバンにしようか迷ったんですけど、まあ、最近よくつけてる金子メガネっていうところのメガネですね。以前視聴者の方からこれどこのメガネですかって聞かれてたんで、これもしあれば下に動画説明欄にリンク貼っておきます。金子メガネとアーバンリサーチのコラボかな、なんかそんな感じであって、今多分セールにかかってるんやと思います。僕買った時はがっつり定価でしたが。でマスクはこれジョンブルの藤原さんにもらったマスクですね。これもレビュー動画も上がってるのかな、一応作ったのは作ったんですけど、上がってるかどうかは知りません。でこの奥側は機材系ですね。この白のやつはこの中に全てパソコンの機材が入ってるんですよ。これ片手でどうやって開けんやろ。これは外に持っていく用のパソコンの機材やから、まあ、充電器とか、あとまあ SD カードリーダー、カメラの映像とかを映すとき用とか、あとまあこういう USB を変換するやつとか、あとまあコード類とかですね。だからもうこれはもうパソコン関係一色で、これは遠征用のパソコン関係のケースになってます。で次これが、一応まあカメラを持っていくんですけど、カメラはここにあるんですけど、レンズとか、あと一眼もあるんですけど、SD カードも一応持っていかんとなくなったら困るんで、SD カードも予備は持っていきます。こんな感じで、
予備を持っていくということになってて、これが GoPro 関係ですね。これ今あの撮ってるカメラが GoPro なんであれなんですけど、ここに充電器入れたりとかしていきますということになってるので、まあこの Arrow8 にカメラ関係全部入れていって、で、ほんまやったら Mac2 を持っていきたいところですが、 Mac2 はおそらく嫁が使うのでオリオンを、まあ基本的な行動用のバッグにしようと思ってるので、ちょっと入れていきますね。まずこのオリオンに財布とか入れていきましょうか。まあ、この財布とかカードケースとか小銭とかサングラス、まあ、この辺は多分常に持ち歩く系やから入れておいて、あ、マスクも入れとこうか。マスクも入れといて、で次にこれはカメラ系やからここに SD カードも入れて、でここに一眼とかを入れていきます。ということでこの辺がカメラ関係で、これは明日つけるやつで、でこの辺はカメラ関係やけども、まあ入れていきましょう。ここの方にこれは入れておいて、でこの辺も一応明日どうつけようかな。フォーサーベタにしようかな。フォーサーベタにしようか。フォーサーベタをまず着て、でその時にバギーズ箱かな。これバギーズ履いて、でこれはもう持っていくようにしといて、すぐ出さないので奥の方に入れて、でこれは寝巻きを入れますね。寝巻きをヒュッて入れておいて、次はこれ一番使うので靴下横にポンって入れといて、はい、とまあこんな感じになってるので、まああとパソコンとかはあるんですけど、パソコンぐらいかな入れるのって言ったら、そんなもんなんで、パソコンピュンってこの中に入れて、明日これ着替えて、靴履いてこれ持って行ったら完成です。あとはこのジャケットもですね、セットアップも一応持って行って、向こうではこれを着替えるという感じのが僕の前日の準備という感じになっております。なので意外とArrow8がカメラバッグとして機能してるんですよね。ということになっておりますので、明日からはですね、まあ、あの旅行 Vlog 兼出張という形で行ってまいりたいなというふうに思いますので、もちろんコロナ対策もしっかりした上で、公共交通機関を使わずに、もう自家用車で極力人と会わずに行って、でホテルもですね、極力人と会わないように部屋食とかにしますので、まあ、あの最善の注意を払った上で気をつけて行ってきたいなと思います。はい、ということになってますので、まあちょっとバタバタ紹介をしたんですけども、明日気をつけて行ってきたいなと思いますので、多分動画も明日、今日これ見てもらって、明日は Vlog 動画になって、Vlog 動画 Day 1で、その次に Day 2っていう感じで見てもらうかなと思いますので、また興味のある方は見てもらえればなというふうに思います。ということになってますので、本日はですね、旅行の前日に、荷物の準備をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。